ランカラスの島は、アリス川アリスが2006年に発表した推理小説、サッカーアリスシリーズの長編7作目である。本作は、サッカーアリスシリーズ初の古藤物の作品である。エドガー・アラン・ポーの、大ガラスの宿、ネバーモアーの訳、決してもうないが幾度となく、繰り返され、また同じく、ポーの、アナベルリーのイメージも重なり、全編を通じて、赤量感が漂う作品である。 週刊文春ミステリーベスト102006年5位。このミステリーがすごい。2007年19位。本格ミステリーベスト102007年版に1位。下宿のばあちゃんに勧められて、春休みを利用して、息抜きをしようと鳥島まで出かけるはずだった、日村秀夫と、アリス川アリスだが、鳥とカラスを読み間違えたことから、間違って、カラス島と呼ばれる、多数のカラスが舞い飛ぶことを、 黒根島に来てしまう。そこで訪ねた島で一軒だけの人家は、ポウの研究家で詩人のエビハラ・マドカの別荘で、そこにはエビハラ・マドカを囲む会と称する客人たちが集まっていた。船が港に帰ってしまい、向かいの船の手配もつかないことから歓迎されない中、エビハラをはじめ客人たちの雰囲気に何か秘密めいたものを感じながらも、二人はやむなく、 別荘に一泊させてもらうことになる。さらにそこに IT 企業、ミダスジパングの社長、八子こと、初芝誠治が、客人の一人である藤井継助に会うため、ヘリコプターで舞い降りてくる。突然の来訪に起こる藤井は初芝を追い返すと、共に、日村とアリスにも、初芝との同道を進める。ところが、別荘に連れられてきていた。 小学5年生の匠とイユがアリスに懐いて寂しがったことから、エビハラが本意して二人を引き止める。さらにはもう一泊するよう勧められたヒムラとアリスは、その提案を受け入れながらも彼らの態度にますます、不可解な思いを強める。その夜、廃屋に泊まっている初芝に会いに行ったヒムラとアリスは、藤が、 クローン技術を人間に応用するプランを発表したことで東三角大学病院から追放されたことを思い出す。二人に会った初芝は、自らが理想とする王国を築くために、最も信頼のおけるパートナーとして、自分のクローンを藤井に作ってもらうよう依頼しに来たこと。さらには、別荘の客人たちは皆、自分のクローンを作ってもらうために集まったのに、違いないと語る。翌日、 日村とアリスが再び、初芝を訪ねたところ、別荘の管理人の木崎真嗣が何者かに、撲殺されており、初芝は姿を消していた。さらに、別荘の電話線が何者かに切断され、警察を呼ぶこともできない一同は交代で不審判を立てて、夜を明かす。翌朝、カラスが集まっていることに異常を感じた日村がアリスと、共に見に行くと、外貨の洞窟内で、 初芝の無残な死体を発見する。しかも死亡推定時刻から初芝は木崎よりも先に殺されていたことが判明する。別荘に集う者たちの中に犯人がいることが明らかになるに及んでも秘密をカくなに守ろうとする。彼らを前に、日村は一連の事件とエビハラたちの秘密の真相を解明しようと推理を試みる。 作品中で匠と愛ユが読んだというアリスが一冊だけ書いた児童向け作品について作者のジブナイル作品二次派村の秘密であるとの指摘がある。ありがとうございます。